夢の千春 Chromebook に対応しました。僕の動画いつも見てくださっている方はすでに知っていると思いますが、 Amazon 新生活セールでこの Asus Chromebook C423NA を買いました。 Chromebook 今まで扱ったことありませんし、なんかスペックがかなり低いので正直使い物になるのか不安で避けていましたが、まあお値段につられて買ってしまいました。安物買いの銭失いにならなければいいのですがね。パッケージを開封しますと、中には必ず初めにお読みくださいという紙が入っていました。初期不良や故障修理以来のことが書かれています。次に製品保証書、1年保証付き。この動画アップしている頃にはすでに C423NA の裏蓋開けちゃっているんですけど、保証効くんでしょうかね。そしてユーザーマニュアル、基本的なことはすべてこのマニュアルに書いてあります。トラックパッドでの右クリックのやり方がわからなくて途方に暮れていたところ、このマニュアルに助けられました。2本指タップで右クリックです。覚えておきましょう。次に AC アダプター、結構小さくて持ち歩きに良さそうですね。なんか文字がいろいろ書かれていますが、こういうの気になる方もいらっしゃると思いますので一応お見せしておきます。付属品は以上ですね。そしてこちらが Chromebook 本体。お値段の割には結構質感が良くて好印象。Asus のロゴより Chrome のロゴの方が目に留まります。背面にはステレオスピーカーが設置されています。ちょっと音がビビったりとかするんですけども、まあなかなか音質は良かったです。動画鑑賞用としても十分な音は出ていますね。左側面には左から USB3.1 ジェネレーション1 Type-C ディスプレイポート電源入力コンポート端子、映像出力は 4K 解像度までサポートしています。マイクロ SD カードスロット、 SD カードスロットはカチッと押し込むタイプです。ヘッドホン、ヘッドセットジャック、マイクは3極タイプのものは非対応です。 USB3.0A ポート、右側面には左側と同じ USB Type-C と USB3.0A ポートがあります。このパソコン、左右の USB Type-C から充電できるようになっているので使い勝手いいです。上下は特に何もありません。画面を開くとこんな感じ。キーボードは日本語配列になっていました。キーストロークは割と深めでしっかり入力できる印象。少し強めに入力しますとたわむかもしれませんが、入力してみて特に気になりませんでしたし、最近流行りの UMPC みたいに変なキー配列でもありませんので、打ち心地は普通に良かったです。ディスプレイはこのように180度まで倒すことができます。14インチフル HD ノングレア液晶、これでタッチパネルを搭載していたら最強なんですけども、 C423NA はタッチパネル非搭載なんですよね。まあ画面綺麗ですし視野角も広いので、タッチパネルなくても別にいいかなと思いました。なんか持ってみて結構軽いなと思っていたんですが、重量は一応 1.2kg くらいあります。片手で楽々に持てるとは言いませんが、カバンに入れてみてもずっしり感はあまり感じられませんでした。その他 C423NA の主なスペックはこんな感じです。 CPU がデュアルコアのインテルセレロン、メモリーも 4GB、 ストレージは eMMC の 32GB。 こんな低スペックな環境で大丈夫なのか気になるところですけども、まあその辺は後でお話しします。さてこれから電源入れるのですが、初めてバッテリーを使用して使う場合は3時間ほど充電する必要がありますのでご注意ください。それでは電源を入れます。電源ボタンはバックスペースキーの上にあります。 Chromebook は起動が早いと言われていますが、どうでしょうか。はい、ということで、ようこそという画面が表示されましたので、続行を押します。すると、ネットワークの接続というものが出てきましたので、家の Wi-Fi の SSID をクリックして、パスワードを入力します。パスワードの入力が終わりましたら、青いボタンを押します。次に Google Chrome OS 利用規約という画面が表示されました。なんか Google にデータ送信されるうんぬんのところは、僕はチェックを外して、同意して続行ボタンを押しました。次に Chromebook へのログインというのが出ましたので、僕はすでに Google のアカウント持っていますので、 Google のメールアドレスを入力して進めたのですが、 Google のアカウント持っていない方はその他の設定からアカウント作成を行うこともできます。ログインができましたらこのような画面が表示されますので、同意して続行を押します。
次に Google Play のアプリとサービスという画面が表示されるのですが、画面の指示通りに進めていったらアプリのリストを読み込めませんという画面が表示されました。ちょっとよくわからなかったのでここではスキップを押しています。次にスマートフォンに接続という画面になるのですが、ここで使用しているスマホをデバイスを選択から選んでおくと、そのスマートフォンのメッセージや通知、あとネット接続を共有したり、 Chromebook のロックを解除することができるので、ここでは同意して続行を選んでいるのですが、必要なければいいえを押しても後から設定できますので、どちらでも構いません。セットアップが完了しますと、このような画面が表示されます。僕は今回初めて Chromebook 触るので、使い方ガイドボタンを押しました。まあ、こんな感じで簡単に教えてくれるんですけども、なんかその後で英語で書かれた画面が表示されてしまいましたので、ちょっと内容を見てもよく分かんなかったので、普通に×ボタンで消しました。まあ、とりあえず電源オンオフした時に、まあ、立ち上がり終了どれぐらいなのか見てみたかったので、一度電源を切ってみました。まあ一瞬で切れました。では次に電源を入れてみます。まあ、こんな感じです。スペックの割にはまあまあ立ち上がり早い感じがしましたね。で、まあ試しにネットサーフィンとかしてみたりしたんですけども、全然問題ないですね。やっぱ14インチでフル HD ディスプレイモデル選んでてよかったなと感じてます。めちゃくちゃ見やすいです。 YouTube も裏で何か作業していなければ 4K60fps の動画も再生できます。 CPU インテルセレロンですよ。セレロンで 4K 動画再生できるのには驚きました。ちなみに Chromebook、Linux 環境も入れることができるみたいなので試しに入れてみたんですが、ちょっとこれは上級者向けかなと思いましたので、この動画では触れないことにしておきます。 Linux がよくわからない方は Play Store で Android アプリ入れておきましょう。なんかいろいろありました。Amazon で激安で売られているゲームキャプチャーカード使えるか試してみたんですけども、なんかウェブカメラとして認識しているようで普通にカメラアプリで使えました。ただ若干遅延があるので、ゲームとか実況される方は HDMI パススルー対応のキャプチャーカードを購入されることをお勧めします。また今度 YouTube ライブとかで使えるか検証してみますね。ちなみにヤマハ AG03 もこの通り認識して使えました。 Android では使えないんですけども、 Chromebook では何もドライバー入れなくても使えるんですね。と、まあこの動画撮影していた時はいろいろディスったんねんとか思ってたんですけども、思っていた以上に使い勝手が良くて何にも言えない、普通にいいです。ただスペックがスペックなので重たい作業は向いてません。 Twitter もこの通り表示するのに若干時間がかかります。動画編集なんて無理です。パワーディレクターとかキネマスターとか使えるんですけども、もっさり動作で無理です。それでもネットサーフィンや動画視聴、文書作成やプレゼン資料作成などは問題なく行いますし、機能も限られているので、パソコン初心者の方でも安心して使っていただけるかなと思いました。バッテリーも一度の充電で10時間とは言いませんが、割と長く使えているので満足しています。あと電源入れた状態でパワーデリバリー対応のモバイルバッテリーでも充電追いつきましたので、もう申し分ないです。ただ1点、こちらの Chromebook 更新ポリシーが2024年6月までとなっているところがちょっと引っかかる。お値段がお値段なので、まあ仕方ないかなと思っているんですけども、その日になったら OS セキュリティアップデート保証が受けられなくなりますから、今 Chromebook 買うんでしたら更新ポリシー期間が6年とか8年のものを買っておいた方がいいと思います。まあ別に更新ポリシー期間が切れても急に Chromebook が使えなくなるっていうことはないみたいなので、そんなに気にすることないかなとは思ったりするんですけども、セキュリティリスクとか考えると有効期限切れてるやつを使うのはちょっと抵抗があるかなと思いました。まあそれ以外は全然問題ないと言いますか、まだ使って数日ほどしか経っておりませんので、まあこれからいろいろ触ってみて、まあしばらく使ってみたレビューみたいな、そういう動画をまあ1ヶ月後か半年後か1年後か分かりませんけども出す予定でございます。
ということで今回は ASUS の Chromebook C423NA をご紹介させていただきました。最後まで動画見てくださってありがとうございます。最新動画や関連動画もぜひチェックしてみてください。あとチャンネル登録、Twitter フォローもお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。夢の千春でした。